はい、こんにちは。ブラックスクワットチームデスマッチやっていきます。最近アップデートが入ってね、なんか箱だとかなんか武器とか、まあ、1個増えたんだけどね。もう武器、あの武器もう使わないかな。 AK でしょ。そんな使わないんだよね。もうなんかマップとかも別に増えてなかったんでね、どうしようかなみたいな。まあ、最近 NP7 使ってなかったんでね、しばらくちょっと使ってみようかなっていうことで、しばらくこればっか使ってます。NP7 ってね、そういえば初期武器なんだもんね、スチーム版ブラックスクワットの。一番弱いのか知らんけど、まあ結構形が好きな銃だよ。エアガンもね、持ってるぐらいなんでね、しばらくこれ使っていきます。さあ、ということで、まあ NP7 でね、いくつかマップで、勝ちに行くっていう動画でも上げようかな。この武器やっぱね、豆鉄砲って言われるぐらいね、威力が弱いんで、ね、なかなか難しいんだけど、本当にこうやって正面からね、撃ち合うと勝てないんだよね。 MP7 とはいえど割とヘッドショットを狙っていきたいけど、まあ、散らばるんだよね。やっぱり後半散らばるからね、どうしてもねヘッドショットを狙えないんですよね。まあ、このぐらい近かったらいけるんだけど、基本立ち回りでカバーしていかなきゃいけないんで、この速度生かしてね、こうやって相手が準備してないでね、ボム持ってる時とかに後ろからガスガス弾を入れていくみたいな、そんな運用ですね。まあ、最初の頃はなんかかっこよくてサープレッサーつけてたんだけど、サープレッサーつけるとね威力が落ちるっていうんで、おっとこの距離で勝てたのはでかい。中距離もね、きついんだよ。M4 とかにはもう一方的に負けるし、ヘッドショットしてくる AK にはもう全然勝てないんでね、なるべく横を取っていきたい。さあ、3分の1終わって、負けてますね。結構きつい。あ、これはまずい。ちょっとクソエイムだったか。しばらくね、M4 使ってたんでね、M4、おっと、後ろにいる。倒していく。てか、青い煙。最近のなんか箱から出てくるスモークの色は青。初期が緑だったかな。ピンクとかもあるしね。なんかいろんな種類の煙があって。さあ、久しぶりの MP7。ちょっとね、慣れてないんだよな。なんかだいぶね、立ち回りが違うんだよ、MP7 って。移動速度も速いしね。左右に動きながら撃つと若干狂うんだよね、感覚。うわ、バレた。あつか、そっちか。さあ、サブマシンガン持って。何回かって慣れていきたい。ちょっとね、負けてますね。リロード挟んで、出てきた。あっと、頭狙ってたけど、やっぱり威力の差で負けていく。さあ、もう一人。きついな。ほんと弾を何発も何発もね、ぶち込まないと倒せないのね、きつい。さあ、二人、三人。よし、来た。で、リードを挟んで、上から撃っていく。散らばるんだよな。あの距離だともう散らばって当たらない。さあ、近距離で、やっていけ。三人。よし、いいね。で、突っ込んでいく。さあ、こういうね、ことをしないと、スコア稼げないんでね、MP7 は。こうやってガンガン前に出てね、相手をビビらしてやりましょう。相手にね、準備させたらもう、まあ、こっちの負けなんで、準備される前に、強襲していくみたいな、そんな感じでプレイしてます。さあ、グレネード放り投げて、おっと、なぜか当たった。出てきた。ほんと、これ、打ち勝ってもね、結局、ダメージ減らされるから、2人3人抜くってなると相当きついんだよな。おっと、またグレネードがヒットしていく。MDR か。MDR、M4。さ、もうアサルトライフル全体的にきついな。さあ、もう一人。よーし、ここから撃っていく。さあ、もう一人行きたい。後ろか。半分過ぎて、ちょっと詰めたけど、まだ負けてるね。うわ、いっぱいいる。うわ、アシストだらけだ。もう一人やっていく。3人目。あ、
まだ変なグレネードをぶん投げてロックから出てきてる敵を煙の中から、おっと見られていた。きついっすね。あとサブマシンガンのねマップにもよるんだけど、近距離、ほぼ近距離でしか対応できないんだよ。なんかこういう開けたところで本当に行っちゃいけないんだよ。入り組んだところをぐるぐる回って戦っていくのが基本の立ち回りなんだけど、マップによってはもう行けないところとかも出てきますね。あまり有利をつける場所が少ないんで、こうやってまあもう基本敵陣だね。こういうとこにガンガン入ってってこういう感じで後ろからぐちゃっとねやらないと勝てないっすね。そう、まあこの辺をぐるぐるしてるのが一番いいかな。正面で戦うのは基本やめた方がいいです。さあこんな感じで後ろから撃っていく。いいね、だいぶ稼げたんじゃないですか。なんか押されてると逆にきついんだよね。押されてたらほんと裏取るぐらいしかやることないんで、火力で負けちゃうし、ね、おっと負けた、きつい。お、結構差が閉じてきて、今日はグレネードがよく当たる。さあまたラインが下がってきているぞ。さっきめっちゃ上げたのに。さあここがな、きついな。この距離だったらサブマシンガンでも頭抜けるはずなんだな。さあ1人、2人、いや倒しきるまでの時間が長い。さあ横、もう1人行きたい。ダメか。さあ今日はよく当たるグレを掘り上げて、ここから行っていく。よし、なんとか1人やった。リロードして、おっと見られている。しかも後ろ、うわー倒せなかったか。155差で、5つ差で負けてしまいましたね。まあまあ勘を取り戻すにはいい試合だったかな。ちょっとね、同打ちが多すぎた気もするけど、全部俺の名前だはい、そんな感じで次やっていきます。